道の駅、道の駅は日本の各自治体と道路管理者が連携して設置し、国土交通省、制度開始時は建設省により登録された商業施設、休憩施設、地域振興施設等が一体となった道路施設ある。1991年、平成3年に実験的に始まり、1993年、平成5年に正式登録された公術。 道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の人々のための情報発信機能、道の駅を核としてその地域の町同士が連携する地域の連携機能という3つの機能を合わせ持ち、2019年6月19日付時点の全国登録数は1160箇所ある。高速道路には24時間自由に利用できる休憩所のサービスエリアや、 パーキングエリアが整備されてきたが、一般道ではそうした休憩所はほとんどなかった。民間経営によるレストランや売店を併設したドライブインが休憩所の役目も担っていたものの、実質的にはドライブインの利用者しか使えず、24時間自由に利用できるものでもなかった。道の駅の制度が創設された背景には、 一般道路にも誰もが24時間自由に利用できる休憩施設が長らく求められていたことや、その休憩施設をドライバーたちのためだけのものではなく、その地域の文化、名所、特産物などを活用したサービスを提供し、道路利用者や地域の人々の情報交流や地域連携と活力ある地域づくりを促進し、その地域の活性化を図りたいという双方のニーズが、 相まって誕生した。道の駅は、官民提携のプロジェクトで、省庁の壁を越え、各自治体と国土交通省が連携を取り、計画的に地域振興施設の整備促進と、一般道路の休憩施設整備を合わせて行うことが、目的となっている。このため、自動車専用道路の SAPA を、道の駅として登録する場合は、別途一般道からも連絡。 利用できるる。ようにしている1991年、平成3年に実験的に山口県、岐阜県、栃木県に設けられたのを皮切りに、1993年、平成5年4月に第1次分として、全国103カ所の道の駅が登録された。その後、主に地方の幹線道路、国道や主要地方道から整備が開始され、道の駅を通じて、 地域の農産物の販売は増加し、情報発信によって観光客が増えるなど、道の駅は各地で大きな反響を呼んだ。2000年、平成12年には550カ所を突破してその後も、道の駅は増え続け、それまで東京など大都市周辺には、道の駅は存在しなかったが、2007年、平成19年4月、八王子市に東京都発の道の駅、 八王子滝山が開設されたことにより、47都道府県すべてに道の駅が設置された。2014年、平成26年4月1日には、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令が改正され、道の駅への案内標識が初めて正式に定められた。24時間利用可能な休憩施設。 地域活性化の発信拠点としてのニーズが求められるため市町村単独化登録管理者と市町村や公的な団体によって道の駅は整備されているただし設置の条件は休憩機能、情報発信機能、地域連携機能を有することとされこれら条件が満たされれば道の駅として登録することができる道の駅の設置間隔については 高速道路の SAPA のような明確な基準は設けられていないが、おおむね 10km 程度の間隔があるように計画されている。なお、間隔が 10km 以下となる申請があった場合は、特徴の違いによる住み分け、交通量の状況、地域の実情などを総合的に判断して決定する。また設置が進む中で平時の目的以外にも、道の駅は、 新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震などで災害支援に役立ち、一時避難場所、緊急車両の中継基地等で活躍しており、その効果が実証されている。道の駅は24時間利用可能な一定数の駐車スペース、トイレ、24時間利用可能な電話、情報提供施設を備えた施設であることが登録の条件となっている。 また、多くの場合、道路や地域の情報を提供する案内所が置かれ、その他、その地域の自主的工夫のなされた施設が設置され、その地域の文化、名所、特産物などを活用した農産物直売所、売店、レストランなどのサービスが提供されている。これまでに地域の特色を生かした個性ある道の駅が誕生しており、温泉や宿泊施設、公園、 博物館を併設したものなどを多様である。規模は高速道路の PA のように、小規模なものもあれば、ハイウェイオアシス、鉄道駅、温泉施設を併設した規模の大きな道の駅もあり、形態も様々である。なお、わずかだが、冬季は積雪などのため閉鎖される道の駅がある。2004年10月に発生した新潟県、中越地震を契機に、 防災拠点機能が追加されている。主な機能としては、断水時でも使用可能なトイレ、非常食、飲料水の備蓄、停電時の非常用電源の確保等がある。道の駅は、道路管理者の国、地方整備局や都道府県が基本的な施設である駐車場やトイレを整備し、市町村、またはそれに代わり得る公的な団体、ほとんどは第三セクターが、 地域側施設を設する形が取られる。実際の運営は民間企業が受託する場合もある。海の駅と重複登録している施設もある。道の駅が地域活性化の拠点となることを目指して機能強化を図るため、先駆的な道の駅を選定して国土交通省が支援する制度である。2015年1月に全国の1 4 0カ所の道の駅から90カ所、 指定された。現在の道の駅の制度の上では、1993年、平成5年4月22日に正式登録された全国103カ所の施設が第1号である。道の駅の設置構想は、1990年1月に広島市で行われた中国地域づくり交流会の会合での提案から始まったもので、 1991年10月から翌年7月にかけて山口県、岐阜県、栃木県の計12カ所に道の駅の社会実験が行われた。これらの施設は実験段階からすでに道の駅の看板を掲げていた。道の駅の社会実験段階から用地に含まれ、実際に道の駅となった場所として山口県阿武町の道の駅阿武町と岐阜県、 中津川市の道の駅で街道付け地の2カ所があり、道の駅阿武町には道の駅発祥の地の石碑が建っている。このほか、道の駅実験以前の施設でもその発祥とされるものがある。なお、道の駅という名称は地域振興論が専門の熊本大学名誉教授の徳野貞夫が農業、農村活性化の事業名に用いたものを建設省が転用したものである。 道の駅の管理は、国土交通省の八つの地方整備局、及びそれに相当する、国土交通省北海道開発局と内閣府沖縄総合事務局が行う。また、各道の駅には、都道府県ごとに登録番号が付与されている。登録番号はでの都道府県番号二桁に、その都道府県内における道の駅登録順に、 付与された3桁の番号を合わせた数字5桁で表されるが、都道府県番号の代わりに、都道府県名で代用したり、その頭文字である漢字1文字で代用することもある。地方整備局などの管轄区域については、当該地方整備局の項を、角道の駅の登録番号については、それぞれの道の駅の項を参照。1993年4月22日に、 旧建設省と地方自治体の協力で全国で103カ所が登録されたのを皮切りに、以後その登録数は伸び続けている。2013年3月27日の9カ所の登録で、登録数は1000カ所を超えた。登録抹消となった事例は、道の駅茶所わずか、京都府、2004年登録抹消と、道の駅、山崎、兵庫県、 2013年登録抹消の2カ所である。道の駅が複数設置されている市町村も多数ある。最多は千葉県南房総市、岐阜県高山市、岐阜県郡上市の8カ所、和歌山県田辺市と山口県萩市にも7カ所ある。ほとんどは元々別市町村に位置していたのが市町村合併によって同じ市内になったものである。五十音順を及び 地域別の一覧は、道の駅一覧の項を参照。温泉施設が併設されている道の駅一覧を参照。ハイウェイオアシスト併設。連絡することで高速道路の利用者も、施設の利用が可能になっている。高速道路、高規格道路のサービスエリアパーキングエリアとして、運営。無料区間の高速道路、高規格道路のインターチェンジに隣接して設置することで、 SA, PA の役割も同時に果たす。など。駅舎と併設しているものを除く、港湾、海浜関連の交流施設である港オアシスと、重複登録された施設がある。これらには、道の駅と港オアシスの両方のマークが掲げられている。船舶経流施設である海の駅と、重複登録された施設がある。自動車、船舶どちらでも利用することができる。 道路開通記念、あるいは道の日の記念行事として、1日限定の道の駅が設けられた事例がある。地域内の各道の駅に設置してあるスタンプを収集するスタンプラリーが、地域別に各地で実施されている。全国道の駅連絡会では、全国旧地区の道の駅スタンプラリーを全て制覇して、認定証を獲得した参加者を表彰し、記念品を授与している。 平成29年度は44名が表彰された。道の駅は基本的には休憩施設であるため、事故防止の観点からの一時的な仮眠を除く、宿泊目的での利用はご遠慮いただくとの見解が、国土交通省から出されているが、2010年代後半から、道の駅の駐車場に長時間にわたって駐車する、悪質利用者が増え、 実際に車中泊の車で駐車場が満車となって、休憩を目的とした利用者が駐車できなかったり、自宅同然に道の駅を利用した結果、施設のトイレの排水口が詰まるなどのトラブルが発生している。そのため、一部の道の駅では、長時間利用者向けに駐車場を有料化する対策が取られている。日本政府は途上国支援の一環として、道の駅の普及を支援している。 1990年代後半に国際協力銀行 JBIC がタイで整備を手掛けた。その後は国際協力機構 JICA が引き継ぎアルメニアやインドネシア、ベトナムなどで開設された。最近では中南米諸国などから道の駅運営ノウハウを学ぶ研修者を受け入れている。道の駅が途上国の地方振興にもたらす効果に注目した世界銀行は 道の駅設置の手引き書を2004年7月に作成した。日本の道の駅同様の機能のほか、防災機能も、検備、病院も併設。中国安徽省広島村では、竹細工などの加工施設も設置して、観光型の経営が成立するか調査。タイでは、日本同様に一村一品運動も行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。